くなっぴーです。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？はい、ナピも元気ですよ。やっとホームって言った回でやってきますね。いやー、始まりましたね。鬼滅の刃の映画がね、はい、ローソンさんでもね、まあたくさん売ってますことね。はい、そこでね、うなぴーは、はい、鬼滅の刃タルトを買ってまいりました。はい、もうね、もう嬉しくて嬉しくてね、これがね。はい、当然ね、全ちゃん推しのね、うなぴーはこちらを買ってまいりましたね。249円、265キロカロリーとなっておりますよ。あがつま善一さんでございますよ。はい、じゃあね、まずはね、開けてみましょう。これはね、シールが入ってないんですよね。よいしょ、あー、よいしょ、おお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 、はい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 。これも食べられるの？あ、これは食べられないの？どうなってんの？上に貼ったんだけなの？はい、こんな感じになっております。かっこいいですよね。あがつまね、善一さんですね。はい、もうキュンキュンでございますよ。あの、他にもね、かまど炭治郎ね、かまど禰豆子、そしてね、橋平伊之助、富岡牛ね、胡蝶忍さんなどがね、売っておりましたけれども、ナピーはしつこいようですが、はい、あがつま善一さん推しなんで、こちらを買ってまいりましたね。こちらね、キャラメル風味なんですね。はい、ビスキーな食感のタルトに、秋らしいキャラメル風味のムースを絞った風味豊かなタルトで、このね、ムースの上にはオリジナルデザインプリントフィルムが載っていますっていうことですね。はい、これ煉獄さんとカナオさんはないんですね。はい、といった具合でね、こちら実食レポしていきたいと思います。はい、それではね、乾杯しましょうかね。はい、キリンのね、匠のラムネサワーになっております。ちょっとね、童心に帰って飲んじゃおうっていう寸法ですよ。はい、乾杯。まあ、ほぼラムネだわね。 9% もあるんだ。甘い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 ラムネですね。はい、いましたね。はい、おーおー、スタッフさんがね、粋な計らいでね、こんな感じでやってくれましたよ。で、最初ね、このフィルムもね、一緒に食べられるのかなと思って、いやいやいや、どうしようかって思いましたけれども、これね、フィルムだったんで、これ集めたくなりますよね、こちらね。ね、そっか、だから子供たちがいっぱいたむろって買ってたんですね、これね。納得。はい、じゃあね、切ったらこんな感じ。あ、結構ね、柔らかいですね。切ったらこんな感じ。はい、中がね、キャラメルのムースになってるんですね。そして周りがこんな感じですね。タルトになっております。割と柔らかいタルトになってます。はい、ではいただきます。もうこれはね、一緒に食べるしかないでしょう。あ、もうね、ホロホロってホロホロって取れちゃう。タルトのね、生地がね、やっぱりね、サクっていうよりもね、こうサクっていった感じですね。あの中のね、このムースがね、かかってるところはこうしっとりした感じで、周りのところはね、サクホロっといった感じですね。そしてこのムースですね、ムースが結構ね、キャラメルの味がね、効いてますね。もっとね、こう薄い味なのかなと思ったら、結構ね、キャラメルのね、渋みとね、甘みがね、一緒になってね、味わい深い味になっております。噛むとね、シュワっていう音がするんですね。それぐらいね、柔らかくてね、エアリー感のある
ね、あのムースですね。お子様から大人までいけちゃうやつでございますよ。うん、柔らかくてまったりしててエアリー感のあるムースでございました。でキャラメルの味もねしっかりしてますね、これはなかなか思ったよりね味の濃い、ね、タルトになっております。はいはい、今回ね鬼滅の刃のねタルトをいただきましたけどね、まだね口の中ではねキャラメルのね香ばしくてね甘い香りがねまだ口の中に残っておりますね。もうねもはやね一つのねグッズじゃ足りないからね、今からね他のやつも買いに行きたくなるフナピーでございますよね。もうね期間限定なんでね、はい、そしてね数量も限定なんでね、気になる方はぜひ早めにねスイーツコーナーでチェックしてみてくださいませって言った感じです。はい、今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。また見てね。バイバイ。雷の呼吸。